お元気ですか？毎週金曜日更新のユーフェフリックス始まりました。ビタースイートの田崎あさひです。ラベンダーの田中玲奈です。ユーフェフリックスではジャンルや世代を超えた素敵な音楽をあなたにお届けしています。今回もここでしか見ることができない貴重な映像をご用意しております。今回のユーフェフリックスのメニューはこちらです。どうぞ最後までお楽しみください。それではユーフェフリックススタートです。はい、いよいよイベント開催が近づいてきました。フォレスト4レスト里山里海へ行こう2014、3月の29日30日にパシフィコ横浜展示ホール D で開催されます。会場では2日間にわたって里山里海の生活文化景観の美しい景観の再認識をテーマに、様々な催し物が行われますが、29日土曜日には里山里海ミュージックフェスタとして、ミュージックフェスタの特別版をお届けします。出演するのは中島拓衣さん、渡瀬真希さん、松原健さん、ラベンダーの皆さん、エリック福崎さん、そしてビタースイートです。当日の時間は17時から17時45分です。フォレストフォーレスト里山里海へ行こう2014は入場および観覧無料となっていますので、ぜひお越しください。今回まずお届けするのはラベンダーの映像です。4月23日リリースのミニアルバム不器用から、前回メイキングをご覧いただいたむせびなくのプロモーションビデオをご覧いただきます。どうぞ。いつも前を見ていた。
実を引き裂いてよ。見えない何かに押しつぶされそう。傘もささずにただ立ち尽くして、瞳でいると冷えちゃいそう。さまよう心はむせび泣く。ご覧いただいたのは4月23日にリリースされるラベンダーのミニアルバム不器用からむせび泣くのプロモーションビデオでした。はい、ということでこちらになります。じゃーん。おー、はーい、これは、初披露じゃないか、まあ、こんな感じになってるんですけども、このむせび泣くのプロモーションビデオはですね、何かな、出来上がりが白黒、はい、モノクロ、はい、ということで、なんか今までたくさんミュージックビデオとか撮ってきたけど、はい、こういう出来多分初めてで、なんかすごいむせび泣くの曲自体がなんかすごい雰囲気ある曲だなって思って聞いた時に、はい、で、まあ、ミュージックビデオの方もね、なんかこうやってなんていうんですかね、今までにない感じ、やっぱ今まではモーニング娘。の時はやっぱりなんかこうかっこいい曲でもなんかやっぱりこうなんかアイドル感があるみたいな、ちょっとそういう出来かなって思ったけど、今回のこのミュージックビデオの方はやっぱりすごい雰囲気があるなって自分でも思ったし、なんかこう歌詞むせび泣くとかって普段言葉使わんけんさ、なんかどう表現しようみたいなとかすごい戸惑いっていうか、なんか難しい部分とかもたくさんあったけど、なんかまあ自分なりにこう考えて、顔芸じゃないけどなんかこう顔で表現するっていうのを頑張ったので、はい、まあ、チェックしてほしいなと思うんですけども、はい、今回今ご覧いただいたのはこれミニアルバムの DVD に収録されるミュージックビデオとはまた内容が違ってますので、そちらの方もぜひチェックしてください。ちなみに3月29日、30日に行われるフォレストフォーレスト里山里海へ行こう2014の会場ではミニアルバムが特別先行発売されますけども、同じパシフィコ横浜の展示ホール A、ホール B で開催されるハロープロジェクトひなフェス2014フルコースに、なんとラベンダーとビタースイートがゲスト出演することが決まりました。イエーイ。こちらのステージもぜひ楽しみにしていてください。不器用なままだって正しい方を探す。現実から目をそらしたくなる。でも何も知らない大人じゃいられない。知ることから始めるまだ遅ないはず。続いては先日発表された新しい里山里海のユニットの映像をお届けします。今回は里の明かりでああ素晴らしき日々をのミュージックビデオをご覧いただきます。どうぞ。
しも明日人生が終わるとしたのなら君は誰を思い出すの？誰に会いたいの？どこで過ごすの？365×あと何年で愛から卒業までの時お母さんとの朝食友達と笑い合う時代夢追いかける新しく生まれた里山里海のユニット里の明かりで、ああ素晴らしき日々をのミュージックビデオでした。この度発表された里山里海ユニットは里の明かり、トリプレット、小田友の3組、今回ご覧いただいた里の明かりはですね、モーニング娘。14の佐藤まさきちゃんとスマイレージ勝田里奈ちゃん、ジュースジュースの上村あかりちゃんの3人によるユニットなんですけども、すごい柔らかい雰囲気で癒されましたね。トリプレットはですね、モーニング娘。14の工藤遥香ちゃんとキュートの岡市さとちゃん、ジュースジュースの高木さゆきちゃんの3人、小田友はモーニング娘。14の小田さくらちゃん、ジュースジュースの金沢智子ちゃんの2人組です。この新ユニットとして、リリースも決定しています。3組が歌う楽曲を1枚に収めた CD とそれぞれのミュージックビデオが収録された DVD をセットにして4月23日に一般発売されます。こちらの作品はパシッコ横浜の会場で先行発売されますので、ぜひチェックしてみてください。次回の配信ではトリプレットと小田友のミュージックビデオをお届けします。どうぞお楽しみに。続いてお届けするのはエリック福崎さんのミュージックビデオメイキング映像です。4月9日にリリースされるトリプル A 面シングル、すべての悲しみにさよならするために、信じる者に救われる、追憶からすべての悲しみにさよならするためにの撮影風景をご覧ください。どうぞ。リスタート。はい。ああ、いい。君が悲しむとき、そのすべてを失いたい。もしも思いが君を届いて、はい、カット。いいね、かっこいい。太陽の光とかすごい眩しくて、
意外と難しいですよね、そのバランスっていうのは。スカイツリーです。何度も行ったことあるんですけど、登ったことがない。はい、じゃあね、行ってきます。おお、あー気持ちいい。はい、お願いします。お願いします。お願いします。流しましょう。はい、じゃあ流します。優しさの意味間違えぬように、君の隙間を埋めてゆこう。君が笑うとき、君が悲しむとき、そのすべてを受け止めてたい。もしもこの想いが君に届いているのなら、今すぐここに来て、いつでもそばにいて。なんかね、ここまで広い公園っていうのはなかなかないですよね。もう日がもういい感じに顔に当たって気持ちいいですよ。すごいなんかやりやすい方です。前はね、雨とかね降ってた時に今ビビビさせるとかもしてたんですけど、今はもうかなりいい感じに晴れてるし。はい、いい感じ、かっこよかった。いやー、もうあ、ごめんごめん。はい、参りました。よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。ありがとう。 OK です。幻、じゃあよりのやつやりますか。はい、より行きましょう。じゃあ音を流します。はい、はい、お願いします。いつから君はどんな風に僕を痛むほどに好きになっていたの。全てを許せる時、愛は終わらない。はい、勝ちました。かっこいい。いやー、すごい。じゃあ音出します。
んか仕事でなかなかね走る場がないからいい機会にはなってますね。おお、すごいですね。あれ、鳥いっぱい、見てください。びっくりさせてみた。かわいい。お願いします。お願いします。はい、では行きましょう。よーい、スタート。はい、回ります。はい、では音出します。はい、じゃあ鳥を押して。はい、はい、はい、それでも時々は、はい、あ、ヘリが全てのゆうなしに最後だ。お届けしたのはエリック福崎さんで、すべての悲しみにさよならするためにのミュージックビデオのメイキング映像でした。このすべての悲しみにさよならするためには、95年にリリースされた菅さんの楽曲のカバーとなります。この曲はミュージックフェスタの時にも歌われていて、エリックさんは歌われていたのですが、袖の方で聴いていてとても素敵な歌声と曲だなと思ってすごく聴いていました。で、メイキング映像では自然に動いているエリックさんを見て、私もたくさん勉強していきたいなと思いました。エリック福崎のファーストシングルは、すべての悲しみにさよならするために、信じる者に救われる、追憶のトリプル A 面で4月9日にリリースされます。次回の配信では、すべての悲しみにさよならするためにのミュージックビデオをお届けします。こちらもお楽しみに。続いてはビタースイートが3月12日に横浜高島屋で行ったイベントの様子をご覧いただきます。どうぞ。Oh,
ご覧いただいたのはビタースイートが3月12日に横浜高島屋で行ったイベントの様子でした。この日のイベントではビタースイートは2曲歌わせていただいたんですけど、最初の曲で途中で音が止まっちゃうっていうハプニングがあったんですけど、それが感想だったんですよ。人が歌ってなく私のピアノと音源だけ鳴ってた時だったんですけど、その瞬間にブチって切れちゃって、はぁって思ったんですけど、ここで止まるわけにはいかないと思ったら、なんかお客さんも温かくこう拍手ですか、頑張れみたいな、はい、してくれたんで、すごく頑張れました。でもそういうすごく勉強になったイベントでした。お送りしてきましたゆうべフリックスですが、そろそろお別れのお時間です。最後にお知らせです。ラベンダーのミニアルバム不器用が4月23日にリリースされます。このアルバムを引っ提げての全国ツアースプリンタービター&スイートも開催します。3月23日の23時59分までは4月20日埼玉公演から5月18日名古屋公演までのブログ先行予約を行っています。詳しくはブログに書かれているお知らせをご確認ください。そしてラベンダーの YouTube 公式チャンネルでは RKB さんのラジオ番組ラブオンの収録風景が毎週火曜日に更新されています。ぜひチェックしてください。そして、ビタースイートのインディーズファースト DVD シングルが3月19日に発売されました。3月23日日曜日にはこの DVD シングル発売記念イベントも決定しました。ミニライブと商品お渡し握手会になります。会場はハロプロショップ秋葉原店です。どうぞご参加ください。その他ビタースイートの最新情報はアメーバブログをご覧ください。今月の29日30日パシフィコ横浜展示ホール D ではフォレストフォーレスト里山里梅以降2014が行われます。29日土曜日の17時からは里山里海ミュージックフェスタというスペシャルライブもあります。入場および観覧は無料ですのでぜひお越しください。詳細は里山ムーブメントのホームページをご覧ください。ゆうべフリックスでは今後もジャンルや世代を超えた様々な音楽をあなたにお届けしていきます。また次回ゆうべフリックスでお会いしましょう。お相手はラベンダー田中玲奈とビタースイートの田崎朝日でした。バイバイ。このままでは終わりません。ゆうべフリックス再度のお楽しみ、リックスボックス。イエーイ。さあ今日は誰から来てるんでしょうか。朝日ちゃん引いてください。はい。失礼します。はい。モーニング娘。ワンフォーさんの、佐藤正樹さんです。なんかハローの方では初めてです ね。そうかな。はい、じゃあ行きます。はい。すごいいっぱいあるんですけど、まず1問目、好きな木は何ですか。ちなみに私はオンコの木です。何の木。オンコって何ですかね。あったかい何の木。木ですね。里
佐藤のあかりさんも、佐藤のどっちだっけ？何？それの何？のあの里山の方なんで、あ、はい。分かるよ、それ説明して大丈夫、はい、佐藤正樹はちゃんと面識あるんで大丈夫です。あ、はい。あもうなんで何の説明今の？里山の契約で。里山にかけてその木の話してるってことですね。はい。なんかあります？あの金木犀。あそれも木？それ花？金木犀。それ花ですよね。あそうなんですか。で木って難しくない？分かった。クリスマスツリー。あんまり枯れないやつですね。そったらしい。あれ違ったっけ。クリスマスツリーっていう木ないですよね。クリスマスツリーに使われる木は、まあ、次行こうか。はい、じゃあ2問目、道重さんのいいところは。ちなみに私は優しくて、人思いなところだと思います。重さゆみちゃんのいいところは、はい、空気を読む。おお、はい。なんか最近テレビでどんなキャラなのか分からんけど、なんかすごい周りの友達に言われるのは、はい、なんかうざそうとか、なんかこう自分勝手そうみたいな、私可愛い可愛いみたいなキャラがすごい強いみたいで、友達の中では、はい、でも本当は実際はそうじゃなくて、なんかちゃんとやっぱリーダーになってからはすごい変わって、なんかこうめっちゃしっかりするっていうか、もう事細かくちゃんと打ち合わせしてみたいな、はい、本当になんかすごいわ大人だなみたいな思ったかな、リーダーになってからは。あそうなんですか、うん、やっぱりなんか責任感って感じると人って変われるんですかね。さゆみちゃんに聞いてくれるかな。はい、はい、私は道重さんと何度か春コンの時に、うん、同じ楽屋にならせてもらってて、本当になんかすごく気を使ってくれる優しい方だなって思ったのがありました、うんうん、はい、なんかすごく素敵な方です。じゃあ3問目いきたいと思います、はい。何を食べている時が幸せですか。私はフルーツを食べている時です。ひじき。あ、海藻が好きなんですか。海藻類、うん、ひじきが好きと。ひじき、ひじき限定。ひじきに枝豆入れたらもう最高。それは 何と一緒に食べるのが好きですか。どういうこと、何の質問。だけどひじきと枝豆を入れて一緒に食べるのが好きと。あ、なんかご飯と一緒にとかじゃなくて、うん、ひじきが好き。へえ、そう、ひじきすごいいいですね。なんか私はなんかすごい失笑されようけん。すいません。こっちも向けたいよね、カメラ。こっちのみんなにも。長崎名物が好きです。はい、詳しくは？角煮まんじゅうです。あ、ここでも食べたやつね。はい。美味しい。弟がすごい美味しいって言った。あ、本当ですか？うん、ありがとうございます。じゃあ続いての質問に行きます。はい。何をしている時が楽しいですか？私は田中さんと話をしている時です。レナもマサキングと話をしている時です。はい。私はレイナさんと話をしている時です。いいよ、大丈夫そういうの。大丈夫。絶対嘘。すいません。あ、じゃあすいませんって。あ、違います、違います。失礼ですよね、今の。すいません。すいませんでした、本当にすいません。やばい、これ結構全国で流れるけんね。これもうみんなもういいよ。じゃあ続いての質問に行きます。はい。どんな帽子が好きですか。ちなみに私はベレー帽が好きです。ニット帽。ああ、はい、よく、うん、そう、私はあれなんですけど、こう何かな、鳩が出てくるような、鳩マジシャンが被るようなやつのちっちゃいやつみたいなやつです。ちっちゃいやつ、なんだ名前。シルクハットと、シルクハットです。なんで、被る普段そういうの。普段被らないです。なんで好きと。じゃコンサートの時とか
あ、衣装ではつけるってことか。あ、衣装とかじゃなくて、あの人のあのコンサートを見に行くときとかに被って。だけど普段被るってことやろ。普段被らないです。どういうことね。買えますかな。どうしたらいい。すいません。どういうこと。人のコンサートを見に行くときに被るってことは普段だけ被ってるってことですよね。あ、そうですかね。はいはい。すいません。大丈夫です。すいません。頑張ります田中さん。すいません。じゃあもう一問いきます、はい。今のモーニング娘。ワンフォーをどう思いますか。気になる後輩はいますか。だそうです。これ絶対佐藤以外のこと言ったらもうとかいうパターンやろ。どう思うかな。なんかやっぱり、はい、モーニング娘。をテレビとかで見かけるとあっと思って見るし、なんか普段会えん分、なんかそういうテレビとかを通してしか見られんけん、なんか身長伸びたかなとか、そういうの気になるかも。なんか最近どんな髪型しようとかなとか、はい、コンサートは卒業してからまだ1回しか行ってないけん、今やリオツアーもね、はい、絶対見に行こうと思っておけん、その時またいろいろ発見できたらいいなって感じかな。はい、でもやっぱり私小さい頃からモーニング娘。ワンフォーさんはあの、小さい頃からモーニング娘。ワンフォーは見れんかな。小さい頃からモーニング娘。さんを、うん、あのやっぱりテレビとかで拝見してて、うん、すごく憧れの存在でもあったんで、あのすごいステージの上で輝いてる方々をに憧れてたんで、うん、素敵だなって思います。はい。はい、今回は以上？以上です、はい、結構たくさんのね、はい、ありがとうございました。メッセージやって質問いただきましたけども、はい、今回のリックスボックスは以上になります。また次回お楽しみに、はい、バイバーイ。